夢ラジオ第3252回、今日は令和3年9月25日土曜日です。時刻は午後7時、横浜港北、土曜の夜、1週間で一番心落ち着く時刻です。港北の夜景もサタデーナイトキラキラしてとっても綺麗ですね。前の森では秋の虫が鳴いています。普通土曜日のこの時刻、早稲田の学生さんオンラインで英語習いに来てるんですが、今日は振り返りということで時間が空きました。夢ラジオの放送です。3252回目、今回はなぜテクノロジーはイスラム世界で発達しないのか、こんなタイトルでお話ししましょう。なぜテクノロジーはイスラム世界で発達しないのか。最近夢ラジオではよく中東またはイスラム世界のことをお話ししています。かつてはこの地域が世界の中心であり、そしてイスラム文明になってからも長らくこの地域が世界の中心、世界をリードしていたはずなのに、今見る影もないですね。どうでしょう、このイスラム世界っていうのは今2021年なんか石油の供給地、石油を輸出する以外に何か意味があるでしょうか、世界の中で。もちろんイスラムを信じていますというイスラム教徒の方にとっては、そういう意味があるかもしれませんが、そのイスラム教をのけたら、そして地下から湧いてくる石油をのけたら、このイスラム世界が世界に何かの貢献してるでしょうか、ありか、あるいは何かで目立っているでしょうか。かつてのあの栄光、そして今瓦礫、そして砂漠、そして人口だけ多い感じがしますよね。人口だけ多いけれど何もできない人たち、酷な言い方ですがイスラム世界はおしなべてそうなっている。テクノロジーが発達しない、今もできない、なぜか、そんな話をしましょう。ひとえにやはり宗教の力があまりにも強いと、宗教の縛りがあまりにも強いと、やはりテクノロジーも発達しないんですね。もう一言言えば、一言で言えばこれです。宗教の縛りがきついと、だからテクノロジーも発達しにくい、またはしない。自由な発想からテクノロジーは生まれますけれど、その自由な発想をしようと思っても、例えば宗教的な戒律、あるいは教義、そのようなものに合わない、その時にその宗教の力が強いと、自由な発想、科学的により有効なアプローチ、これを取れなくなるわけですね。それは教義から見ておかしい、あるいはそれはこの戒律に違反する、このような形で捨てられてしまうわけです。逆に宗教の力が弱いと、その自由な発想が許容され、そしてテクノロジーが進む。でテクノロジーは軍事力ですから、
軍事的に強くなる、そして世界の覇権を握れる、こういうことですね。この宗教とテクノロジー、あるいは宗教と経済、この問題を最も考えたのはマックス・ウェーバーだと思います。ウェーバーの資本主義の倫理と、あ、違う、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神、ご存知でしょうか。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神、あればドイツ語ではね、プロテスタンティシエーティックウンテデアガイスデスカピタリスムスっていう、なんか長いドイツ語なんですよね。プロテスタンティシエーティックウンテデアガイスデスカピタリスムス、うん、そのまま直訳してますよ。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神。あの中でプロテスタンティズムというのが、勤勉フライシヒカイテ、そして禁欲アスケーゼ、この勤勉だか禁欲だかを奨励することによってプロテスタンティズムの地域に資本主義が流行った。逆にカトリックのところではその勤勉もそして禁欲も奨励されなかったので、だから廃れた、まあ、こんな研究ですよね。宗教が経済にどんな影響を及ぼすのか、宗教が社会にどんな影響を及ぼすのか、これをしっかり関連させたという点でまさしく画期的な書です。宗教社会学のスタートはここ、ウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神だと言ってもいいですよね。ただし今の目から見ればね、別にウェーバーの結論に従う必要ありませんから、プロテスタンティズムのその勤勉だか禁欲だかというよりは、むしろプロテスタンティズムの方が緩かったから、どうですか、プロテスタンティズムの方が、まあ、ドイツ語でロッカーって言いますよね。ロッカー、緩いって形容詞ですけど、緩かったから、だから自由な発想が可能で許され、そしてそれによってテクノロジーも発達し、経済も繁栄し、そして軍事的な覇権も取れた。カトリックは宗教性が強かったがゆえにですね、遅れた。いろんな縛りがあって、そして今回お話しているイスラム世界もまさにそれが当てはまるんじゃないかと思いますね。宗教的な縛りがあまりにも強すぎる、だからテクノロジーが阻害されてしまう、経済も回らない、覇権も握れない、で今のありさまと。もちろん人間の価値観っていうのはいろいろで、自由にしてればね、自由にしてれば、まあ、堕落するという、そういう側面もあります。逆に戒律を強めね、強い戒律で、厳しい戒律で、そして宗教的な縛りがあればこそ、より正しい生き方ができる、より美しい生き方ができる、それも事実でしょう。より良い生き方ができる。ただしですね、今回はテクノロジーがなんで発達しなかったのかという、そのお話に限定しておりますから、テクノロジーが発達するということが良きことだとするならね、テクノロジーが発達するというのが良きことだとするならば、やはりイスラム世界におけるその宗教があまりにも大きな存在感を持っていて、そこに全てが従属させられてしまうという、この形態はテクノロジーの発達にはマイナスと言わざるを得ません。自由な発想も出てこない。ノーベル賞一人で出てこないよね、イスラム世界から。どうですか、ノーベル賞一人出てこない。あ、もちろんなんかノーベル文学賞でひょっとしてどなたかなんかいらっしゃるかもしれませんが、そういうことですよ。で、この日本という国もね、結構頑張ってはいますよ。最近まあ経済がガタガタなんですけど、
とはいえ歴史的に見たらアジアで最初にテクノロジーを開花させ経済を回し、そしてまあ覇権も握ろうとしたアメリカにぶっ潰されましたが、で例えば1900年前半、20世紀の前半だとアジアでこんなことできたのは日本だけだった。中国も半島もそんなことできなかった。日本だけだった、20世紀の前半はね。それはやはり日本に、まあ、これといった強烈な宗教がなく、あえて広まってるのは八百万神の信仰、そして皇室を中心とする神道、まあ、この程度であった。そして神道を宗教と見るかどうかは微妙ですよね。戒律があるわけでもない、縛りもない、なんとなく心の中で、ああ皇室っていいなと思ってりゃそれが神道なんかなと。で、まあ、神様って神社にいるのかなということで、そこにお賽銭出して、で手でも打てばなんか祈りも叶うのかな、この程度ですよね。つまり宗教性ないんですよ日本って。それでも国がまとまるのはやっぱり皇室の力が大きいでしょう。だから宗教とも言えるし宗教でないとも言える。ただしその宗教性はかなり薄い。で日蓮宗とか、あるいは真言宗、そして浄土宗浄土真宗等々ですね、まあ、いろいろ仏教的な宗派もあれど、まあ、合ってないようなものでしょう。お葬式仏教ですよ。日本の仏教は葬式仏教です。でもだからこそテクノロジーが発達できた、つまり自由な発想が許された、そうは言えないでしょうか。つまりベーバーみたいにプロテスタンティズムの勤勉と禁欲だから何て言いましょうか、資本主義も発達する、テクノロジーも発達するというこのねとこの理論だと、じゃあ日本プロテスタンティズムじゃないけどなんでそこそこいけたんですかと。ね、日本プロテスタンティズムの倫理なんかないのに、なんで一定のテクノロジーと経済が繁栄見せたんですかには答えられない。それよりもう宗教性が強いか弱いか、これだけで判断し、そしてその宗教性の強いところではテクノロジーも進まないし経済も回らない。そして宗教性が弱いと自由な発想が許されるので、テクノロジーの発達が大きい、そして経済も回る、覇権も手に入る。ただしまあこれが正しかったとしても、じゃあイスラームの人がですね、おそうかと、イスラム教があるからテクノロジーも発達しないのかと、じゃあ一丁この宗教弱めて、あるいはこの宗教をやめて、でテクノロジーの開発に邁進しよう、とてもそんなことを言うお方々ではないですよね。放送の途中でお話したように、人の価値観は様々です。テクノロジーが進むことが必ずしも良いこととも限らない。経済が繁栄することが必ずしも豊かさを意味しない。うん。今イスラームの世界、そこのお方々がこれでいいんですと思ってるんなら、別にテクノロジーなんか発達してもしなくてもどっちでもいいと。それよりかは神へ向かう道が自分の前にしっかりとあること、これが自分の幸福なのです。そして自分の周りの人の幸福なのです。そうはっきり言えるなら、その人はそれなりに幸せな道を歩んでいけるでしょう。テクノロジーなんかあってもなくても。夢ラジオ第3252回、今回はなぜテクノロジーはイスラム世界で発達しないのか、こんなタイトルでお話ししました。ありがとうございました。